材料めちゃくちゃいいやん。そうですね。作業床が1メーター幅以上あるから。2メーター以上のところは1手すりも2本。うん、なんでこういうところはいつも通り一足の足場で平屋みたいな。そういうことね。それどこで勉強したのかな。インターネット。チャンネルマジで。ちょっとその勉強ない。何？これがお前素の顔。素の顔。え？何時だ？何時だ？はい。何時だ今？いつ来たんですか？いつ来てもいいや別にお前。お前の現場じゃないぞ。じゃあ社長だぞ俺。いつ来てもいいや。俺社長なんだから。嫌だろ？いや、そういうのね。なんで？嬉しいっす。そりゃしてないじゃん。うわっ、でかおしょっとじゃん。おーでたみたいな。おー出たみたいな顔しょっとやばい。はい、おはようございます。どうす。本日はなんか、あれだな、作業床が1メーター幅以上あるから。お、1メーターあるの？あ、そう、あります。困る。全然あります。敷地幅ですね。敷地幅。はい、敷地幅が1メーター以上だから本足っていう風に。本足を組んどんな。そうですね。大変だなこれ。でこれでトラック2台で来る。そうです。で作業床が2メーター以上のところは、うん、内手すりも2本、うん、外2本、うん、で幅切りメッシュ幅切り、うん、で下の根がらみも、うん、本当だったら外1本で一番下の手すりも、うん、うちも入れないかい。あ、うちの手すりも寝返りも寝返りもやだけど何その上軒から引っ張るんだろう高さを。これだったらどこに来るの。これが一層目やるでしょ。まあちょっと一層目やって。まあ一層目がどこにあるか分からない。まあ一段目のアンチ、最初のアンチが一層目だな。最初のアンチが地面を一層目っていうわけじゃないってことかな。違いますね。これが一層目だな。床からの1層目。そうです。でそこに2段手すり、外手すりの内手すりの幅木メッシュ、はい、入れますよってことだな。でこれが今一番上の軒、うん、から3600、うん、の位置にいるんだ。1段目が3600の位置にいると。でうちにもう1段1800円つけるか1700か。はい、1800。4個まで1800。はい、1800ある。あります。俺は立って当たらん。当たらないです。嘘つくなお前。枠1,2,3,4 枠は4で、これ 4層目で俺1700の低いじゃん。入れます。枠か。枠足は枠は当たります。ちょうど、でもこれほら見て1700。まあちょっと俺自分でやっとるで、あれ映ってるか。頭つらつらだね。1700でしょ。お前がだって1600ぐらい初心者。もうちょいありますね。はこれ見てもらおうと。ああ。で、どうだね。1800か。あ、1800か。1700だよ。次世代足場かなんかが2メーターあるのか。あります。なんで2メーターになったんだろうか。それは、作った人に聞かれた。なんで2メーターにしたんだろうか。その時にいいじゃん。じゃあ。当たる人がおるからじゃないですか。プラス、身長プラスヘルメットとか。ああ、そうか。相当もちっちゃいでしょ。はい。いや、ちょっと、モザイクで来ない。モザイクの話です。相当ちっちゃいよ。じゃあモザイク、このぐらいです、まあ、ギリギリです。お前、身長いくつ。はい、身長いくつある。身長っすか。なんでいかないの。本当にいかないの。嫌なんだ、あんまり。まあできることならいてくれへんか。人生であんまり言われるでしょ。言いたくはないですね。なんで。1650。はい、1650ぐらい。1650ぐらい。何ある時もあるっす。あ、でもほんとそれ。あ、1700が欲しいんだ、やっぱ。1700欲しいですよ。夢です、ね。俺でもギリだね。1701とかだね。あ、そうそう。1ないかもしれない。俺も測った時に。堀川翔もめちゃくちゃ。あれはでかいっすね。あいつらが俺ら横に立ってるのにすんごいちっちゃく見えるような気もするんだけど。あいつ2メーターぐらいの設定で。2メーターぐらいの設定で。1700欲しい。僕は1700。どうだ。こっちから一回。まあいいや、ちょっと、動画の途中でちょっと視聴者になりました。すいません。
いい話しとったんだけど、こいつ舐めとるよな。はい、マジで舐めとるよな。ちょっともうこっち来い。今日顔見て俺に会おう。すいませんもんなんだよ、ドッキー失敗してよ。話したいことあって、最近の足場が全然まとまってないなっていう感じがするんで、うん、まあ、翔くんがいてね、今、まあ、カンタとユージともう、まあ、大してリーダーシップ発揮してやるわけでもないんで、いや、帰るよ、いや、うん、帰りますよ、お疲れ様です。え、何なのこれ、一回ドッキリだぞ、どうせこんな絶対ドッキリ、ドッキリです。ドッキリでしかねえだろ、あいつは下手くそすぎるわ。あれ以来会ってない、連絡も来ない。俺それすげえ気になっとって、あいつ普通俺だったらすいませんし言うよなとか、なんだこいつと思って、もうやっぱり性能悪いな。はっ、忘れてたやつじゃねえやお前、失敗こいて。しこれちょっと真面目な話しようでね。はい、でお前の身長が千七百ない話だっけ。そこに戻るんですか。千七百あります。ある時もある。千七百ない、千七百がある時はねえだろ。時々ある。絶対ないでよお前。ほんでこれがとにかくな、あれだろ、2メーター以上の場合が、あ、これは普通はアンチャーしたんだろ、ここは。ここは入れてる時だけ。あ、まあ、入れていくのこれ。上が高い時は、あ、これで作業、これ決まりのやつ。ここ決まりです。ああ、そうすると向きから3600メートル、手すりと内幅きと、内幅きと外手す、うん、外手すりか、内は手すり1本、もう2本です。2本、内外2本、作業めちゃくちゃいいやん。そうそう、あ、なんでトラック1台でってことは、内幅の手すり全然足りなくなってくるんですよ。足りなくなってくるですね。ああ、そういうことだ。これがもう1段下だったらいいんや。そうそう、1段目はってなるんですよ。2段目からはそういうことか、入れなきゃいけないんです。1段目はいいんだな。はい、とにかく1段目はねえよ、もう組んじゃう、半足組んじゃう。もともとこの縦軸があったわけじゃん、はい、内側がな、はい、ちょっと指差しくね、はい、そっち側が2つ板に1本ぐらいでブラケットを跳ね出して床を引いてもらったわけね、片足板みたいな感じ、はい、一足汗ばっていう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 、僕も一足って言ってた。うるせえな、お前。うるせえな、お前。そうそう、いいよ。やってていいよ。で、向こうが、平屋の部分だと。あ、組んでない。あ、まだ組んでないですけど。組んでない。あ、いいよ。なんかあるの？なんで、結局、こういう2階のところは、うん、まあ、基本的には多分、敷地幅が1メーター以上、1メーター以上あるところは。あ、ちょっと、これちょっと一回説明しといてや。うちの会社は立てかけを禁止してない理由を説明してて、知ってる、コメント欄来るんだ、立てかけと。そういうことですか。うん、アホみたいに来るんだけど、それってあれだ、うちみたいな会社が塗装屋とか大きい会社あるじゃん、はい、傷つけられたら揉めるし、だけど新築工事っても絶対これ置いても買えやん、はいはい、ちゃんと傷ついてもらうけど、俺らは塗装で回収するっていうことと、そう、まあ、自分たちで足場もやってるから、他の立てかけがあったら材料運べへんからな。だけどいいや、足場会社が下請けだったら別に関係ないもん、何でもやらせるじゃん、はい、だけどうちの職人もこんなの経験しても、こんなの立てかけて傷つけるやつだろ、ほんと、まあ、たまにはあるけどな、でもないだろ、何年に1回ないだろ、ないっす、この立てかけで傷がな、それは物損あるけど、もちろん、はい、壁塗らんときは立てかけるな、もちろん、だから立てかけるな、でも、ね、高かか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 んって言ったじゃん、お前。嘘ついたろ、今。いや。ちょ、マジで。まあ、お前、立てかけとるだろ、お前ら。立てかけじゃない。新築じゃん。新築じゃん、かぶさわないやつ。いや、もう。シーリングだけでもようある。屋根だけとかが結構あるんで。あ、あるな、うん。そういう時はもう、一番最初に。めちゃくちゃ顔が嘘つきの子なんて。そういう顔つく。嘘つきの子。タヌキみたいな顔。このタヌキより。屋根塗装だけの時は、もう、朝一みんなに行って。ベトナムの言葉に大丈夫です。で、で、で、あっち側だともう、うん、違うな、まあこういう、うん、1階だけしかない平屋部分、うんうん、ここだと、うん、1段目のアンチが1800段で、うん、ここになるんですよ。そういう場合どうするの？入れるの？そういう場合は、はい、アンチですか？今下作業しづらいじゃん。まあでも、あんまないですか？
その高さの感じある結構そうごめんね、店さん喋っとっていや、うちはあんまない気がするなって平屋が多いから、向こうは土地が広い平屋だと青森だろ、はい、青森ってのは平屋多そうだな。なんで俺はこんな小声で喋るこういう形がやばいよな、こういう形がなんか小声にさせる人間を僕のここだと1800下がりで、うん、ここにアンチが来るので、うん、作業所が2メーター以下になる、うんうんうん、床か下、うん、一番地面から、うんうん、まあ、それはもう聞いた。なんでこういうところはいつも通り一足の足場で大丈夫です。 あ、それで法律の違反はしてないわけだ。大丈夫です。あ、そうなんだ。で、こういう下屋根があるところも、うん、地面から2メーターじゃなくて、下屋根から2メーターでいいんだ。以下だと、うん、いいみたいです。下の下屋根から、うん、次のアンチが、うん、2メーター以下なら、うん、本足で組まなくても大丈夫。大丈夫ってことだ。ってことはもう屋根の上も本足組めってことだ。サイロでもいいのかな。2メーター以上ある場合です。ある場合ってことだ。でも基本あんまりない。ないよな。もう平屋みたいな感じじゃないですか、ね、1階があって上に平屋みたいな、そういうことね。それ どこで勉強したのかな。インターネット M8 チャンネルですマジで M8 チャンネル。そんな勉強なの。勉強なんですね。なんかこの間もさ、俺さ、あの会社イベント来てくれたじゃん。昼飯食い、何食いましょうよって。次の昼飯食いに行く。あ、はいはい。なんか色々教えてくれた。ちゃくちゃ詳しいな。詳しい。なんか毎日じゃないけど、それって行くらしいよ、ロークション。あ、そうなんですか。ロークションに、はい、その穴をついて、じゃあこういう場合どうするんだって言って、いつも言いに行って勝ったら嬉しいみたいな。それどこで見てる。それもロークション行って確認したやつを動画で説明してくれてるんで、あ、毎回ちゃんと聞きに行ったやつを。すごいな、やばいな。勉強になる。本当めちゃくちゃあると。なんで今言った情報は全部 M8 の情報っす。じゃあ視聴者の皆さん、全然チャンネルぜひ登録よろしくお願いします。お願いします。確かに。こっちのことあんまり楽しくない。今日の YouTube は視聴者さんは視聴者は楽しいだろう。楽しいですか。楽しいじゃないか。好きじゃないか。あんまり MZ さん喋るとあ、そうなんですねみたいな。MZ さん喋りたいバカゾンで、そういうこと。いや、その話大好きだろう。あなたも多分頭いいんだろうな。そういう系だよな。はい。じゃあ、視聴者の皆さん、はい、ためになったでしょうか。ちょっと MZ チャンネルの真似をしてみました。そうですね。真似じゃないけど、まあ、これぐらいのことだったら、今見たことは多分 MZ チャンネルに行ったら、より深い層の話がいっぱい聞けると思いますので。はい。はい、じゃあ皆さん、どうする？なんか伝えたいことある？なんない？伝えたいこと。僕の身長は170センチです。はい。はい。じゃあ、せーのでお願いします。せーの。また見てねー。またね。頭しか映ってない。